ネーミナータ座像、ラージャスターン州ジャーロール・ギルナールのジャイナ教寺院、ネーミナータ、アリシュタ・ネーミ、またはタンニ・ネーミは、ジャイナ教のティールタンカラの一人で、現在の世界の層において出現した24人のティールタンカラのうちの22番目にあたる。23番目のティールタンカラであるパール・シュバが実在の人物とされるのに対し、ネーミナータは、歴史上の人物とは考えられていない。 伝承によればネーミナータは、クリシュナのいとこであり、黒い肌や、ホラガイを象徴物とすることなど、クリシュナと似た属性を持っている。ネーミナータにまつわるグジャラート州、ギルナールさんは、ジャイナ教の聖地とされる。カルパスートラによるネーミナータの辞跡は、マハービーラの辞跡から、固有名詞や年月を入れ替えただけの簡単なものに、過ぎないが、それによるとネーミナータは、シャウリプラにおいて、 サムドラビジャヤ王とその日のシバーから生まれた。ドバーラバティの無友樹の下で出家した後、ギルナール山頂のベンガルボ大樹の下で完全地を得た。教えを説いた後、ギルナール山頂において千歳で募集、ニルバーナを得た。ヘイマチャンドラのトリシャシティシャラーカープルシャチャリタによれば、ネーミナータは、クリシュナのいとこであった。クリシュナの世話によってネーミナータは、 ドバーラカ王の娘のラージャマティと結婚することになったが結婚式のために動物が殺されるのを見て動物に同情し結婚式から去って出家した。ありがとうございます。